シーズン終わりましたけど、はい、来シーズンに向けても今動いてるわけですよ、はい、来シーズンどんな風にしていきたい。そうですね、多分あのお客さん、まあ、今年すごいたくさん来ていただいたんですけど、まあ、一番難しいのはこれをキープして、うん、まずさらに多くのお客さんに来てもらうことが方が難しいと思っているので。あれ社長、何キャパ何人ですか。今ですね、だいたい3200ぐらいなんですけど、もっと本当はあの、あ、何人入ります。あ、マックスだと5000人以上入ります。5000、はい、なので本当はまあその仕様でバスケットやれるので、あの5000人、うん、あのね、来るようなことなら素晴らしいなと思いますが、まあまあステップバイステップでやっていくって感じですかね、はい。秋さん、また来シーズン行きます？もちろん、もちろん行きます。どんなふうに盛り上げたいですか？マスコットの中に入ろうかなちょっと社長にお願いしようかな。レムニャンのクッキーが入るとかないんですよ。レムニャンはレムニャンですから。ああ、そうですね。何ですか？そうか、今話になっちゃいましたけど、こういうのないの。何の話ですか？レムニャン、レムニャンですか？レムニャン、レムニャンですか？何の話ですか？いや、何かの形でね、うん、お手伝いできればやりますよ。いや、本当、いや、でも本当、元サッカーの日本代表の選手が、まあ、バスケットやったらどうなのかなって見てみたいですけどね。フリースローじゃなくて、なんだっけ、フリースロー、フリースロー、あれ、アキさんの見てみたいですね、うん、そう、いや、それ、ね、いや、それこそ考えてたのは、その、例えば鹿児島ユナイテッドの選手がバスケをガチでやったらどうなるのかなと思ったり、逆も面白いなと思って、はい、それやってみたいですね。新しいルールで、なんかやったら、ね、こう投げるときにあの足にするとか、あのシュートだけ足とか、なるほど、ね、で入るのかってこと、めっちゃ考えてて、それあれ、それだったらいける、いける、いける、全然いける。本当に、あのレブナイズのシェア選手はもともとサッカーやってたんで、セネガルで。そうなんですか。セネガルでサッカーやってました。でこの前あのちょうど運動会の時に、うん、なんか子供たちと遊んでたんですよ。見てやっぱすごい上手かったです。あの背の高いシェハ選手、はい、いやいや、サッカーも上手かったです。シェハ選手がセンターバックにいたらすごい嫌ですけどね。いや、どっからこう足が出てくるか分かんないみたいな対決してみる。あとはさすがにみんな、まあ、あれだと思うんですけど、バスケだと思うんですけど、でもあれですね、あのサッカーすごい好きで、あの選手結構見に行ってるんですよね。イナゼルの選手も、うん、本当延べで10人ぐらい来ていただきましたけど、ああ、いいですね、うん、あのレブナイズの選手も開幕戦と、で開幕戦がすごい面白かったから、うん、もう一回また行っていましたね。だから AJ とか、ーローとマイケル、あと日本選手もあの、森田と今川ですかね、うん、開幕戦行って面白かったってもう一回行ってましたから、長山も行ってました。ああ、いいですね。なんかいいですね、総合演でね、いい、いい、めちゃくちゃいいと思う。で、実はこれはあのあまり人に言ってない話なんですけど、AJ 選手が鹿児島に残ってくれたわけですよね。で、まあ、彼はあのなんで鹿児島にまあ残るかって、まあ、それはあの基本的には彼ももちろん、ね、B2 に引き上げたいというのがあの一番の理由で、まあ、自分がそれのために鹿児島来たのに今のところ成し遂げられてないからそれやるんだっていうのが、まあ、それはコメントも出てたんですけど、その一回その鹿児島の魅力を聞いたことがあって、その時に言ってたのが、あのいや僕はなんか食べ物が美味しいとか、温泉があるとかって言うのかなと思ったら、いや鹿児島には可能性を感じたって言ったんですよ。でそれが、で可能性を感じたっていうのは どういう意味っていうのを聞いたら、そのユナイテッドの試合に行った時に、開幕戦でこんだけのお客さんがスタジアムに来る街なんだって思ったらしいんですよ。だから、いやバスケもまだまだ盛り上げられるっていうふうにその時 AJ 思ったらしくて、そう言ってました。これは本当、あの本当に、まあまあ、内部の話してもね、別にいい話だと思うんで、うん、すごい素敵な話。いや、本当、あの、サッカー見に行って、あ、こんなにサッカーも人が来るんだと。うんうん、みんなスポーツ好きじゃないか。逆もあるかもしれないってことでしょ。そうですね。バスケを見に行った選手たちも、なんか感じるものが、うん、あるかも。いや、すごい。なんか来てくれたからこそ感じたことだから、いや、すごい素敵。いいですよね。あの、レブ、あの、ごめんなさい、ユナイテッドだと、ですね、ウェズレー選手が何回も来てくれてます常連らしいですね、いつも来てるって。いやいや、いつですよ、ナイルスキーとかあのも見に来てくれて、アイラとかもでも行かれる、そこから間、ね、全然来て、あの、あ、言ってくれないんで、分かんない。こっそり来てるんですか、はい、どうやって言ってるんだろうまあまあ、もちろん練習のね、合間とかもちろんそうですけど、あのあと鹿児島のアリーナにも来てもらって嬉しいですよね。はい、いいですよね、はい、やっぱ選手がやっぱりレブ、あの
エブライの選手も行ったり、あのユナイテッド選手も来たりとかすると、まあ、お客さん見るじゃないですか、はい、そしたらやっぱりね、多分あのユナイテッドの選手も帰り際に今日いかがでしたかって話を聞いたら、うん、めっちゃ面白かったですって、うん、AJ のダンクすごいっすねって言ってたんで、でまあ、それはそれで、うん、あのサッカーの選手もバーにインスパイアされて、うん、確かにあのね、スピード感とか、うん、まあ、お子さん連れてきてすごい子供が楽しんでましたって、また子供がまた来たいってもう言ってますって言ってる選手もいたんで、すごい嬉しかったですよね。いいですね。なんかそうやってどん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 一緒に盛り上げていきたいですね。そうですね。いやいや、もう本当一年中週末がスポーツで盛り上げられるといいなと思ってるんで、本当そうだ。なんかそういう世界をね、鹿児島でももっともっと、はい、作って、はい、私たちは発信して、ね、いきたいなと思いますが、最後にちょっとなりますけど、はい、これからちょっと有川さんどう鹿児島を盛り上げていきたいですか？そうですね、ま、あの、ま、この町が好きだなと思う要素たくさんあると思ってて、それがこう食べ物だったり、先ほど温泉があるとかいうのもあると思うんですけど、うん、やっぱりその週末にどういう過ごし方があるかって、すごいその町に住むかどうかとか、その街の魅力を決めるのって重要だなと思ってて、スポーツを、プロスポーツを見に行くっていうのが、まあ、ちょうど10年前にユナイテッドで、うん、あのお金を払って見に来ていただくっていう状況が初めて鹿児島で、スタートして、で、まあ、ちょうど10年経って、で、まあ、レブライズも、まあ、去年今年あたりからあの、なんですかね、お客さんも増えてきて、まあ、1000人単位とか1500人とか2000人とか、まあ、3000人近くとか来ていただいてるんで、まあ、一個の週末の楽しみ方として、まあ、バスケットを見に行くというのがあの、まあ、定着すれば、まあ、春から夏、秋はサッカー行って、秋から冬はバスケに行ってというので、まあ、週末の楽しみ方が、選択肢が増えるということは、この街の魅力を増やして大きくして、で、まあ、人々のこう生活にこう潤いを与えるというか、刺激を与えるというか、まあ、そういうためにやってるっていう感じですかね。なので、まあ、これもまた引き続き、まあ、さっきも、ね、遠藤さんとも話しましたけど、まあ、キープしてまたそれを増やしていくという方が難しいと思ってるんで、だからそれを今年こうチャレンジかなと思ってます。はい、秋さん、なんか今日はどんなこと感じました？話聞いて。いやーもうね、有川社長が言ってる通りだし、それに対して自分が何ができるかなって今、うん、2秒だけ考えてる。2秒?2 秒。20個。ずっと考えて。だけど、一緒にこう、なんか、スポーツ全体として盛り上がっていって、鹿児島盛り上げられれば一番いいかなと思ってるんで、はい、できることはやりたいなと。ぜひしてます。はい、ぜひ。嫌じゃなくて。いやいや、嫌じゃないです。キックで行ってください。まずはね、まずはね。スリーポイントラインから、やっぱね、遠藤さんの方が蹴ったらどうなのかな。それ早々にお願いしますよ、撮影します。もちろん、もちろん、本当、いいですか、本当、見たい、いや、見たいです。すぐ走りに行くわバスケットこそ、なんですかね、ライブで見ると面白いスポーツだ。本当面白いですよね。間違いない、実感しますね。いい意味でギャップがあると思います。本当に早くシーズン始まんないかなって思うけど、まだ終わったばかりですけれども、うん、シーズンまたお送りしていきますね。はい、はい、じゃあ、秋さん。いやいやいや何をおっしゃいますか。お願いします。いやいや、秋さん、じゃあ、締めてください。締め、はい、いやいや、無理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 。秋さんの締めで終わりましょう。いや、そういう役目は俺じゃねえもん。マッキー締めって、もう俺じゃない。秋さんがやるから面白いじゃん。時間をして、無理無理無理。はい、グダグダです。もう、もうやってます。はい、じゃあ、私は締めたいと思います。ということで、今日はですね、あの、鹿児島レブナイズ有川 COO でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これからも発信していきましょう。来てください。お願いします。